まいお茶が。日本には綾鷹ちゃん CM お待ちしております。見えてなかった。日本が誇る綾鷹ちゃん CM お待ちしております。いやマジで。さあさあさあ、あのさ、俺あのショーのさ、ショー S タイムのチャンネルであのディオールのスニーカーを買ったのを紹介したんだけど、あのニットをね買ってそれをショーのライブで紹介するって言ってたから、今日はね、それを行きます、今から。もちろんね、バックパックはね。S タイム S タイム。で、それで、まあ、こんな感じなわけでしょ。はい。ディオール。で、これね、ニットね。ショーのさ、あのチャンネルでこれあの靴を紹介するときにこの靴をさ紹介しようと思ったのね。今紹介したんだけど、まあ、それは下の概要欄に貼っておくから見てもらっていいんだけど、これを紹介したときに同じ袋にこれが入っててさ、これ買ったの忘れてたの。で、あ、これも買ったなと思って、もうあ、じゃあショーのライフで紹介しますって言っちゃったから、まあね、言ったことはさやんないとダメじゃん。有言実行じゃないし、こういう小さなね信用の積み重ねなんですよ。何でも信用の積み重ねが何でも大事なんですよ。まあ、それより早く開けろって話。まあ、じゃあ開けます、うん、はい、開けます、ね、ディオールってさ、まあ、どこ の, あのハイブランドもそうなんだけど、ここ紙があってここにテープが貼ってあるのがいいよね、こういうのね。そうですね、うん、こういうのいいんだよね。めちゃめちゃ可愛かったんだよこれね。すっげえ可愛いの。ほら、超可愛い、ね。まあ、いかにもって感じでしょ。そうですね。うん、好きそうですよね。いかにもっていうのが好きだから。そう。で、で今これしてるネックレスは、これも多分もうショーのね、あのメインチャンネルで上げてるけど。あの先行予約注文開始したやつだね。 S タイムとはなんとコミューンズのねコラボネックですね。これ超可愛いから見せてあげて。これ超可愛い、めちゃめちゃ今日初めてしたけど超調子いい。はい、それではしたいと、したいじゃないや、したいと思います、したいと思います。サイズ M ぐらいかな、俺買ったの M なの。なんかさ、俺今年ディオール買っちゃうよね。そうですね、ディオールかな。今の俺はすごいすごいなんかしっくりくるんだよな。なんか特に俺このブランドじゃなきゃダメだとかなくて、その着たいもん着てるから、うん、なんか今の気分がね、やっぱディオールなのかもしれないよね。うん、これなんかあのインしても可愛いかなと思ったんだよね。なるほど。そうそう、よくこれインしてるじゃん。はい。そう、俺のケツとチンコ映さないでよ。その時点でもうバンになっちゃう。ショーのライブ始まった速攻バン受ける。ショーさ、あいつショーケツとさ、ショーのライブでケツとチンコ出してバンになったぜ。受けない。受けますね。でも生じゃないから大丈夫です。そうそう、ショーそう、でもこれあくまでそうライフだからさ、多分俺のファンとかは多分こっちの方がこっちのチャンネル楽しんでくれる人結構多いから、うん、意外とこの辺まで締めてっていうのもありかなと思ってんだよね。で、うん、ネックレスをネックスあ、インのがいいや。インのがさりげなくこう。さりげなく。か。うん。ちょっとこう。これね。めちゃめちゃいい感じっすよ。そうそうそう、こう。こ
これでまだ、ね、完成しきってないんだよ。あ、ちょっとサムネっぽい感じ、これサムネっぽい感じ。膝下ぐらいがいいかな、膝下ぐらいが。いくぞ、これサムネ。いけます。2番です。で、あとはあのこの靴。この靴はね、あの俺のメインチャンネル師匠のSタイムで紹介してるから、あのそっち見て概要欄貼っておくんで。で、まあ今日の格好はね、これを履かないと完成形じゃないんで、でこれを履いた写真は俺のインスタにこの後ねアップするから、あのインスタのリンクもこの概要欄に貼っておくから、そこから見てくださいっていうことかな。ということで、まああれだね、あのちょっと俺も鏡見たいけど、あでもいいね、ブルージーンズにすぐ合うなと思ってたから。そうですね、うん。あとはこの S タイムのネックレスとも相性いいね。金にディオールいいね。いい感じですね、うん、こう S タイムとディオールも相性いいんだよね、うん、最高。よし、じゃあ写真撮りますか、インスタの。はい。